エールがありますね。いや、それどころじゃない。これは止めざるを得なかった。ローソンがあるわけですよね。なるほどな。ローソンがあるなと思ったんですけど、おかしいんですよね、このローソン。なんかレギュラー価格どういうことだと思ったら、いや、おかしいだろ、これ。そっちもそっちで珍しいし。いや、やっぱおかしいだろう。試しにね、これのもの見たら、言うとったローソンのところ行ってみましたけどね、ローソンスタンド、ミルクスタンドじゃなくて、ガソリンスタンドのね、ローソン、行ってみました。どんな感じだったかって、要は、向かいにあった三菱商事のところがやってるみたいですね。パッて見たら、スタンドネット見たら、一緒の三菱の3ダイヤルのマークになってましたね。昔の三菱石油のやつではさすがにないと思いますんでね。うん。そういうことだと思います。っていうね、ことでしたね。この辺りだったら安いのからリッター169ってことなんで、うん。で、なんか、ポンタ会員だったら割引みたいなあれがあったんですけど、なんかローソンポンタカードでないとダメみたいな、なんか、なのか、ちょっとよく分からなかったもんで、もう普通にクレジットで支払いしたら、この価格になりましたねっていうことですね。まあ、初物のところはなかなか仕様がね、結構ガソリンスタンドによって変わりますからね。ってことでね。